こんにちは、エリコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。そして今日から令和が始まりました。この動画アップしている5月1日から、令和が始まって、令和にでも結構いろんな写真のアップしたり動画アップしたりするので、これからも、いつも通りによろしくお願いします。で、今回の動画はちょっと小さな面白い告知があるので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。OK。 そしてちなみに今、令和が始まって、たまたま私が今日から新しい自分の動画を撮影するセット、自分の、家をちょっと変えました。いろいろ工事して、結構今からこの背景、後ろの背景をいろんな風に面白いライティングを使おうと思って、またそれの話いろいろするので、なので今から結構いろんな感じで後ろのライティングを変えたりします。なので面白いライティングでの動画も楽しみにしてくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてもし私のチャンネル初めて見てる人だったら、イルコです。いろんなカメラに関係する話、ポートレート撮影、光の使い方の話アップしてるので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてダラダラ喋っても、私があと35分後の新幹線に乗れないので、さっさと本題に入りましょう。今週末、令和の初週末に、秋葉原のヨドバシカメラでトークショーをします。トークショー、そして結構いろんな作品、新しい作品を見せるので、ぜひ遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。秋葉原のヨドバシカメラ、5月4日と5月5日で、2つとも両方とも3回やります。1日に3回やります。13時、15時、17時。内容は全部一緒です。内容は一緒なので、ちょっと変わるかもしれません。大体内容は同じなので、ぜひ遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてこの1ヶ月に私結構多分アップする頻度が少なかったと思うんだよね。少なかった理由が、めっちゃ撮影しました。1日に4回とか、なんかもうすごい撮影しました。平成の最後の桜で、もう2ヶ月ぐらい続いたんかな、今年の桜も私の中では。で、それの結構いろんな面白い写真を見せたりするし、それのライティングとかを見せたりします。なので秋葉原のヨドバシカメラ、ソニーのトークショーです。ぜひ遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。そして行かれる方いたら、ぜひ下のコメント欄に、4日か5日のこの部に行きますとか書いてくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてヨドバシカメラなので、もちろん私の新しい本も買えます。今年3月に出た私の新しい本も、もしまたゲットしてない方がいれば、当日は、多分在庫だいぶあると思うので、サインもします。一緒に写真も撮れたりします。なるべく会話もできるようにします。トークショーの間は、13時から13時半、15時から15時半、30分ずつで、トークショーとトークショーの間は1時間半ぐらいしかないので、休憩室に入るとか、あれなんだけど、なるべく多分私が会場にはいます。なので、ぜひその間の時間でも、なるべく質問に答えたりとか、一緒に写真撮れるようにはします。そして、今も5分ぐらい経ったので、この動画撮影してあと30分後ぐらいの電車に乗らないといけないので、もうさっさと準備して、新幹線の駅に向かいたいと思います。なので今月4日と5日、秋葉原のヨドバシカメラにぜひ会いましょう。今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。5月は、私が6日に関西に帰るので、関西に帰ったら結構いろんな面白い動画もアップするので、まだぜひ見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、エリコでした。